はい、というわけで皆さんどうもこんにちは、クサフでございます。僕カメラ始めてから5年ぐらい全然ね機材とかをちゃんと整理してなくて、でもうようやくね重い腰を上げて、まあいらないもんだったりとかも古くなってしまったもんだったりとか買い替えたものっていうのはまあちょっと処分なんかにしたりして、で、今ここに残ってるのが、まあ、僕の1軍2軍の機材たちっていう感じなんですけど、で僕もね結構長年こうすごい頭を悩ませながらこれらの機材を買い足してったんですよ。なんで思ったのが、みんなにちょっとしたね、まあそのどういったこう目標でカメラを始めたいとか、まあ今こういうフェーズにいるんだけど次アップグレードするんだったらまあどういうものかなみたいなことはちょっとアドバイスできるかなと思って、その段階別予算別に僕のおすすめこうカメラみたいな、まあ、カメラっていうかカメラだけじゃなくてカメラレンズ、その他周辺機器ですね、まあそのフェーズにいるんだったらこれ揃えておいた方がいいよみたいなものをちょっと紹介していこうかなというふうにね思います。はい、というわけで、今日ね皆さんにお伝えしていくのは、まあ、基本的にはソニーのカメラがメインになります。まあ、っていうのも、まあ、僕がメインで使ってるのがソニーっていうのと、あとやっぱりソニーはこれから動画を始めたいっていう初心者の方にはおすすめかなと思ってて、っていうのもまあ各社それぞれいろいろ強みがあるんですけど、こと動画においてまあ僕個人的に一番重要だと思ってるのはオートフォーカスの性能なんですけど、でソニーのカメラはやっぱりね他のメーカーと比べて圧倒的にオートフォーカスが強いんですよ。もちろん他のメーカーにはそれぞれ強みがあるんですけど、初心者の方がいきなりね俺はローの内部収録がしたいとかマニュアルフォーカスで OK だなんていうことにはまあならないと思うので、今日はねソニーの話をベースにやっていきたいと思います。ちなみに今日の動画はソニーがスポンサーっていうわけじゃないんですけれども、本日のスポンサーはですねストーリーブロックスの提供でお送りしております。機材を揃えてよっしゃ撮影するぞとなってもやっぱりねこう時間とか予算とかの制限でこう全てを自分で取り切るっていうことはまあ結構難しくて、まあやっぱどうしても妥協しなきゃいけない部分っていうのが出てくると思います。でそんな時にすごく役に立つのがストーリーブロックスで、ストーリーブロックスは世界中のクリエイターが撮ったさまざまな高品質でロイヤリティフリー のストックフッテージが無制限に、ダウンロードして使用することができます。僕もねこう作品とか作っててあここにドローンの映像欲しいななんていうことが結構あるんですけど、まあ、そういった時にこのストーリーブロックスのサイトにアクセスして例えばジャパンドローンとかで検索すると結構ね日本のドローン素材っていうのも出てくるんですよ。まあ、そういったものをやっぱり、作品に組み込むことによってクオリティをグッと引き上げることができると思います。でダウンロードできるのは映像素材だけじゃなくてモーショングラフィックからオーバーレイとかあとはテンプレートだったり音楽サウンドエフェクトととにかく映像作品を作るのに必要な素材っていうのは全てこのストーリーブロックスに揃ってます。本当にアウトプットにこだわるクリエイターの方であればぜひ一度下の概要欄の方からストーリーブロックスの方をチェックしてみてほしいなというふうに思います。はい、じゃあお待たせいたしましたということで早速ね僕が考えた、まあ、おすすめのカメラギア構成っていうのを段階別にちょっとね、発表していきたいなというふうに思うんですけれども、まずは最初カジュアルシューター、これはその旅行とかまあちょっとした時に、まあ、スマホ以上の画質で、何かしらこう思い出とかをね残したいという方に、向けた、構成になってます。で予算もやっぱりねそこまでこうかけられないっていうことだと思うので、だいたいね20万円以内に、まあ、一通りのものが収まればいいなと思って選んでみました。で、僕が選んだのがカメラはねまず ZV-E10 でレンズはタムロンの 1120 の F2.8 っていうものでマイクはなし、もうこれは、ZV-E10 の Vlog カムのマイクを使ってください。でジンバル、まあこれは、まあ、あってもなくてもなんですけどもしジンバルが欲しいということであれば G-UN のクレーン M2S を選択するといいかなと思います。これで、大体全部合算するとお値段が約、まあ、20万以内に収まるかなといった感じです。でソニーのカメラってラインナップがめちゃくちゃあるんですよ。本当に一番下のこうものから一番上まで合わせれば、まあ、20機種とかを多分全然超えてくると思うんですけど、まあ、その中でもレンズが交換できるカメラとして今一番、まあ、安く手に入るのがこの ZV-E10 になってます。他にも APS-C のラインでいくと α6400 とかあるんですよ。であれが確かね12、3万とかまだすると思うんですよね。であれとほとんど、まあ、同じセンサーを搭載していながらこれだけ価格が安くなってて
かつ動画性能においては ZV-E10 の方がやっぱり高いです。というのもやっぱり最新世代のものなので手ブレ補正だったりだとか、あとオートフォーカス、まあ、この辺はね多分 ZV-E10 の方が強いと思います。で過去僕は ZV-E10 の詳しいレビューと作例は撮っているので、興味があるっていう方はぜひねそちらの方も確認してほしいなと思うんですけれども、でこのカメラの、まあ、デメリットというか、まあ、制約みたいなところでいくと、スローモーションを使いたければフル HD っていう、まあ、フォーマットが限界になります。これはね今の視聴環境を考えると、まあ、ちょっとフル HD かっていうところではあるんですけど、ただまあそのスローモーションを使わないとか、まあ、いわゆる普通のこう Vlog みたいな、言葉を撮るっていうんであれば、まあそれでも十分なのかなというふうに思います。でまあやっぱねこのラインだとレンズも最初の1本ということになると思うので、まあ僕はタムロンの1120、まあ 35mm 換算1635に相当すると思うんですけど、まあ、いわゆる広角、ズームレンズですねも選びました。まあ、正直この辺が、まあ、スマートフォンの画角と近いところもあって、まあ、一番使いやすいんじゃないかなと思います。レンズの重さが 335g とめちゃくちゃ軽いので、まあ、ZV-E10 と組み合わせた時に、まあ、非常にこう身軽に撮影ができるんじゃないかなと思うのと、あとはそのジンバルですね。ジンバルも、まあ、今回予算の関係上、まあ、すごくね、安価なものを選んだんですけど、まあ、安ければ安いほどやっぱりそのペイロード乗せられる重量っていうのが変わってくるんですけど、まあ、このレンズとボディの組み合わせだったらこのジーユンのクレン M2S でも、まあ、全然撮れちゃうと思います。なので本当に最低限、まあ、スタートしたいなということであれば、まあ、この組み合わせがいいんじゃないかなというふうに思います。でこの次の段階になってくると、旅行とか何かこうスペシャルなタイミングだけじゃなくて、もう週末にこういろいろとこうなんだ撮影を楽しみたいといういわゆるウィークエンドシューターみたいな人たちかなと思うんですけど、これも、まあ現実的に予算35万円以内で抑えてみました。そうなった時に選択肢に上がってくるのが、まあ、カメラボディとしては2つあります。 α7C に行くか、もう一つが FX30 に行くかかなと思ってます。 α7C は、まあ、発売されたのは結構前、もう2年3年ぐらい前かな、なんですけど、一応こいつねフルサイズのセンサーを搭載してるんですよ。でちゃんとEVF とかもついてるので写真も撮れるっていうメリットはあるんですけれども、まあ、動画においてはちょっとね、まあ、弱いというか、やっぱり 4K でスローモーションを撮影することはできないので、まあ、シネマティックな映像が撮りたいということであればどうしてもやっぱフル HD までとなっちゃいます。で FX30 はこれはね、 ZV-E10 と同じ、まあ、APS-C サイズのセンサーを搭載しています。ただ、ZV-E10 とか、まあ、α6400 とかとは違う、ディメンション車型の、最新世代の APS-C センサーを搭載しているので、非常にね、動画の例えばそのノイズとか、そういったものの耐性は高くなっている、すごいいいセンサーを搭載しています。4K で 60p まで、まあ、結構クロップは入るんですけど、まあ、撮影することができるので、十分 4K のスローモーションを使ったシネマティックな、作品っていうのも撮ることができます。でなおかつそのカラーグレーディング体制というか、どれだけ色情報を持ってるかみたいなところで言うと、 α7C は 4208bit で FX30 は 4210bit と、まあ、圧倒的にそのカラーグレーディングのしやすさみたいなところで言えば FX30 の方が高いです。カラグレとか結構頑張りたいなっていう人にとっては FX30 の方がいいんじゃないかなと個人的には思います。レンズは、まあ、このクラスになってくると、まあ、ズームレンズ1本っていうんじゃなくて、まあ、単焦点も検討してほしいところかなというふうに僕は思うんですけれども、やっぱりね、レンズ高いんですよ。まあ、そんな中でも僕が、おすすめしたいのが、これ意外とね、まあ、ソニーのレンズの中では結構過小評価されてるんじゃないかなと思うんですけど、24mmF2.8G レンズっていうのと、あとね 50mmF2.5 の G レンズの単焦点2本、これが、まあ、2本買うかどうかはちょっと置いといて、まあ、どちらかはおすすめかなと思います。この2本の G レンズ、GM と比較してめちゃくちゃコンパクトなんですよ。なので、まあ、軽いボディと組み合わせてもう軽快に使いたいなっていう人にとってはね、もう最高なんじゃないかなと思います。ちょっと過去にレビュー動画撮ってないんで、またね改めてこの2本は紹介したいなと思います。やっぱりでもズームレンズがいいという方であれば、ここはやっぱタムロンのね 2875F2.8
これもね8万5000円ぐらいで買えるので、この3本のまあどれかがまあ最初はいいんじゃないかなというふうに思います。でマイクはっていうと、あのね、まあ、やっぱりちょっと予算上いいマイクを買うことは厳しいんですけど、あのね、α7C も FX30 もあの Vlog カムほど、まあ、その いマイクを搭載していないので、何かしらのマイクはあった方がいいんですけど、本当ね、最低限のマイクを選ぶとしたら、あのね、ロードのビデオマイクロとか、あのあたりを選ぶといいんじゃないかなと思います。あれがね、価格が確か1万円しないので、本当最低限音が、まあ、あのカメラについてるマイクよりもいい音で撮りたいということであれば、あのあたりが、まあ、いいんじゃないかなというふうに思います。ジンバルはというと、まあここもやっぱりね、G-UNのクレン M2S で、まあこの構成だったらいけるかなっていう気はするので、まあジンバルを検討している方は G-UNのクレン M2S か、でもうちょっと予算が許すということであれば G-UNのクレン M3 とか、あの辺でもいいんじゃないかなっていう気はします。でお次はやっぱりね、ハイアマというか、まあ基本的に趣味には変わりはないんだけれども、よりこう映像美というか、そのクオリティを追求していきたいという方にとっては、まあ、予算もさっきから15万ほど引き上がって、ここでは50万として一回区切りたいなと思うんですけど、で50万の予算があってもやっぱりね、いろいろ揃えてくってなってくると、やっぱりね、まだ一番いいカメラが買えるっていうわけではないんですけど、でも今は ZV-E1 があるんですよ。あのこの間出たばっかりで、あの僕もレビューもしたし、実際僕も買ったこのね ZV-E1 があります。ソニーの α7S3、 まあ本体価格で50万オーバーしちゃうやつなんですけど、あれとほぼ同じ中身のものを、これが搭載しているので、ぜひね、まあクオリティにこだわるんだったら ZV-E1 がおすすめかなって思うのと、あとはやっぱりね、まだこのラインだったら FX30 でも全然通用すると思います。なのでボディだったらこの ZV-E1 か FX30 のどちらかなっていう気はします。でそろそろ予算的にはこういった、まあ、ソニーレンズの中の最高峰である、まあ、G マスターシリーズ、まあ、これはね 24mmF1.4 ですけど、このあたりを選んでもいいかなと思いつつも、まあ他の周辺機器、例えばマイクとかジンバルに予算をもっとかけたいということであれば、こういったね 20mmF1.8 の G レンズ、まあこのあたりが僕はいいんじゃないかなというふうに思います。で 20mm はね、ちょっと広角すぎやしないかいって思うかもしれないんですけど、あのアクティブ手ブレ補正だったりフォーカスブリージングの抑制機能、これらを使っていくと、あのね、実質 20mm もだいたい 24mm とほぼ同じぐらいの画角までクロップが入るので、なのでこれらの機能を使いたければ、まあ、24mm だとだいたい 30mm ぐらい、20mm でやっと 24mm ぐらいと思っておいた方がいいと思います。でこのねクラスの人たちだったら、まあ、そこそこオーディオにもこだわってくるかなと思うので、僕がピックアップしたのはソニー純正の ECM-B1M もしくは ECM-B10 ってやつです。この2つはね、あの新旧のモデルなんで、ほとんどあの音質とか、まあ、物に違いはないんですけど、今これを撮ってるのが、ECM-B1M の方になります。でソニーのマイクはね、あのこういったケーブルをあのオーディオジャックにこう挿すとかじゃなくて、ホットシューから直接あのデジタルオーディオインターフェースで音を取り込めるんで、まあ、バッテリーもいらないし、まあ、ケーブルを挿す必要もないし、あのジンバルに乗せたり外したりするみたいな時にすごくね、あの煩わしくないので使い勝手がいいっていうのと、あとね、指向性が選べるので、例えば今これね、僕の前の音だけをピンポイントに拾おうとしてるんですけど、そうじゃなくてこの後ろの指向性を切り替えるとこう音が変わると思うんですけど、音変わりましたね、これで、マイクを反対側に向けて、でこれ僕はあの前カメラの後ろから喋ってるんですけど、まだこれ ECM-B1M の音です。どうですか、割とね後ろの音もしっかり拾うし、まあ前の音もしっかり拾うしみたいな、まあ状況に応じて指向性を切り替えることができるので、まあ非常に使い勝手がいいマイクとなってます。で最後もうセミプロですね。セミプロでもう実際にあのお仕事もしていこうということであれば、もうこれはね、まあ予算という予算はまあ本当ピンキリかなと思うので、あえて何万円以内とは言わないんですけど、これまでやっぱりね、あの例えば紹介してきたカメラ、例えば ZV-E1、 これ30万円ぐらいするカメラなんですけど、正直30万円にはパッと見えないんですよ。
なのでなんかこう撮影の現場にでこれ持って行って、はい、今日はよろしくお願いしますなんて言うと、まあ、クライアントさんとかね、大丈夫かお前ってやっぱ思うと思うんですよ。っていうのもこれがどれだけいいカメラなのかっていうのは、まあ、分からない人にとっては分からないんで、じゃあ今日はよろしくお願いしますとかこんなの持ってたらわそれっぽいなってクライアントもやっぱ絶対思うじゃないですか。そこで言うとやっぱりね、あのソニーのシネマラインのカメラを選ぶといいんじゃないかなというふうに思います。予算があるとか先行投資が結構できるっていうんであれば、僕はねあのソニーの FX60 っていう、まあやつを買えば、まあもう本当にねどんな現場に持ってってもあれだったら、まあクライアントさんもうんうんと思ってくれると思うんですよ。でも中にあるセンサーはこれと同じなんですよね。あとはね、あのボディ内にその ND フィルターとかも内蔵されているので、本当に現場でこう素早く撮影もういちいち ND フィルターの交換とかそういったこともないので、まあプロの現場としてあのやっていくにはもう十分かなと思いますし、そこまでいきなりかけられないなっていうことであれば、外観は FX30 と一緒なんですけど、やっぱり FX3 ですかね。 FX3 もあのリグとか組んだりとか、あの上にトップハンドルとかつけてマイクとかつけてれば、まあそれっぽくあの見えなくはないので、まあ、FX3 とか FX30 とかやっぱあの辺を選択していくことになるかなと。やっぱねお仕事で撮影をするっていうことになってくると、そのね Vlog みたいな映像っていうよりはやっぱりウェディングだったりだとかドキュメンタリーとかインタビューとか、あのそういったタイプのものが多いと思うんですけど、あのこのケースではねこうぐっとこうその被写体に寄っていくっていうことがこうやりづらかったりすると思うんですよ。特にウェディングなんかそうじゃないですか。でそうなってくるとやっぱりね、あの中望遠のズーム、例えば70-200 の、GM2 とかあのあたりが、まあ、なんだかんだ言って一番使い勝手はいいんじゃないかなっていうふうに思います。でジンバルとかも、まあ、このクラスになってくると、まあ、DJI の RS3 ぐらいは、まあ、最低でも欲しいかなとは思うんですが、意外と、まあ、三脚とか一脚、特にね一脚なんかはやっぱ機動性高く使えるので、あの僕は一つは持っておいた方が、まあ、やっぱりいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、というわけで、ね、今日は僕が考えるそのステージ別の、まあ、おすすめのカメラ構成みたいなところを、まあ、紹介してきたんですけれども、でよくねこれも聞くんですけど、まあ、カメラは問題じゃないと、機材は問題じゃないと、やっぱり重要なのはその人の腕であったりセンスであったりみたいなところも、まあ、もちろんあるとは思うんですけど、でも僕はどっちも大事だと思うんですよね。っていうのもやっぱりねカメラ性能の限界によってその撮れるもの撮れないものっていうのはやっぱどうしても変わってくるし、まあ撮れるものが多ければその自分のクリエイティブの幅もやっぱ広がると思うんですよ。今自分の限界はこんなもんだからこのぐらいのカメラでいいかなっていうよりは、まあ、その一つ上を狙って、でこのバッファっていうのを、まあ、その自分が投資したことによって、まあ、そのスキルを上げていける、まあ、幅だと考えれば、まあ、そうですね、ちょっと予算が厳しかったとしても、例えば 1-2ヶ月頑張ってお金を貯めてその上のラインを狙っていくっていうのも、まあ僕は個人的にはありなんじゃないかなというふうに思ってます。はい、まあというわけで、今日の動画は過去最長になってるんじゃないかなという気はするんですけど、はい、以上でございます。というわけで、また次の動画でお会いしましょう。ピース。